蜜を採取した様子を描いたアラニア洞窟の洞窟壁画。紀元前1万5000年頃養蜂とは、蜂蜜あるいは蜜楼や花粉を取るために蜜蜂を飼育することである。また、中梅による農作物の受粉を確実にするためにも使われる。ローマ神話によれば人間に養蜂を教えたのはアリスタイオスである。蜂蜜と人類の関わりは古く、 エバクレームの研究によれば、1万年前にはすでに細密が始まっていた。その証拠に、スペインのアラニア洞窟で発見された、紀元前1万5千年頃の壁画に、蜂の巣から蜜を取る女性の姿が描かれている。壁画からは訓練を使って蜂を不活性化する方法を使っていたことも伺われる。メソポタミア文明の設計文字にも蜂蜜に関する事柄が記載され、 古代エジプトの壁画に養蜂の様子が描かれている。未経ネ文明出土の粘土版に刻まれた未経ネ文字にも八害に関する記述が見られる。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは著書動物史にて養蜂について記述している。そこでは蜜蜂が集める蜜は花の分泌物ではなく花の中に溜まった炉であると述べている。当時の養蜂は、うろに、 野生の蜂の巣が作られている木を見つけ、ウロの部分を切り出し家の近くに持ち帰り、夏の初めと終わりに蜂蜜を収穫するというものだった。蜂を眠らせるには布切れをくすぶらせたり、常語型の壺から牛の陰謀や樹脂、香草をくすぶらせた煙を吹きかけた。ローマ時代には、蜂が狭い場所に巣を作る習慣を利用し、天然の環境を模した巣箱が使われるようになった。 各地でいろいろな素材の巣箱が使われたが、ステップ地方の遊牧民が考案した持ち運びに、便利な網原製の巣箱は、西ヨーロッパにまで広まった。民族大移動以後、養蜂は一時的に途絶えてしまったが、カール大帝は農家に養蜂を奨励し、同時に養蜂による産物を蜂蜜税として物能させた。中世ヨーロッパでは、照明用のろうそくの原料である蜜ろを取るために、 修道院などで養蜂が盛んに行われた。蜂蜜税による養蜂の統制は、封建制の特権の一つとなった。養蜂は、主従の誓いを立てた、アビレオール、ビグルなどと呼ばれる森版が行い、密漁は厳しく罰せられた。日本における養蜂についての記述の始まりは、日本初期、大日本の死等によれば、光玉天皇二年である。ゼド氏、くだらの大使余り。 豊か、蜜蜂の棒4枚を持って、三輪山に放ち養う。思考士徹位に反則らず。平安時代には宮中への献上品の中に、蜂蜜の記録がある。その末期には、今鏡、金尺物語で蜂が飼われている記述がされており、それを、日本蜜蜂とする説もあるが、定かではない。江戸時代には巣箱を用いた養蜂が始まったとされる。明治時代に入り、 西洋種の蜜蜂が輸入され、近代的な養蜂器具が使われるようになり、養蜂が盛んになった。ちなみに、日本初の西洋種使用は1877年に新宿試験場で行われたとされている。戦後は高度成長期に郊外開発が進んだ影響で都市部周辺農家の廃業や転業が相次いだ。また関税が 大幅に引き下げられたり、2003年に合意した対、メキシコ FTA では、蜂蜜関税が撤廃されるなど安価な輸入品が、急増したため日本国内の養蜂産業は、衰えている。蜜蜂を採集する、養蜂家古代から中世にかけての養蜂では、蜂蜜を得るには蜂の巣を壊して、相場の一部を取り出すしかなく、それによって飼育コロニーは壊滅する、可能性があった。 1669年以前から使われていたと考えられるギリシャの伝統的な巣箱ではミツバチを殺すことを回避できるようになっていた。1768、1770年にトーマス、ワイルドマンは可動式巣箱を説明しており、ミツバチを殺さず管理できる手法を予見している。1853年、アメリカ合衆国のラングストロスが辞書。 すとミツバチザ・ハイブザ・ハニービーにおいて、継続的にミツバチを飼育する技術である、近代養蜂を開発した。可動式巣枠を備えた巣箱や、蜜を絞るための遠心分離機の発明により、近代的な養蜂業が確立した。現在に至るまで、養蜂の基本的な手法は、ラングストロスの方法と変化していない。2015年、オーストラリアで、 穴の後ろに採取用の管がついて継続的に蜂蜜が流れ出すよう設計されたプラスチック製の巣箱が開発された。用法では巣と呼ばれる厚板を農型体の箱に蜂の10枚並べる。自然の巣を真似て巣は円直面に平行に並んでいる。巣は蜜蜂が相板を形成する土台となる。形状は縦横比が1対2程度の長方形の中空の 奇惑に過ぎないが、壁面の一つには、蜜ろとパラフィンを用いた厚紙状の土台を貼っておく。土台にはあらかじめ六角形の型が刻まれているため、蜂蜜を貯蔵するのは、自然の状態でも養蜂においても、相板の上部に限られており、株には卵を飼いし、幼虫を育てるための領域が存在する。株には花粉を貯める領域も存在する。ミツバチは、 六角中にハ蜂蜜を貯めた後、蜜楼で蓋を張る。一種類の花の開花時期のピークはそれほど長くなく、西洋ミツバチは一箇所に集中して蜜を集める習性があるため、特定の花の蜜だけを集め、XXX 下蜂蜜というものを得ることができる。アカシアハ蜂蜜、レンゲ蜜など、自然の状態では秋の終わりから春にかけて、 花がほとんど存在しない時期には貯蔵した蜂蜜を消費する。春の初めは幼虫が孵化する時期であるため蜂蜜の量が最も減る時期である。その後開花が始まり貯蔵量が回復していく。夏季においても一時的に花が少ない時期があるため蜂蜜の量が減少する。日本蜜蜂が1回に持ち帰る蜂蜜の量は2 0ラム程度である。冬季には 巣の中の餌が不足し、蜜蜂が餓死することを防止するため、餌としてカキに採集しておいた蜂蜜や、異性化等などの糖類を与えることがある。ただし、日本養蜂は、地蜜協会では蜂蜜ではなく砂糖水を餌として与えることを進めている。蜜蜂は、花から採集したカ蜜も与えられた餌も同じくすに、貯めるため、活動を再開する春までに残った餌の異性化等が、 はちみつに混入することとなる。養蜂には、移動養蜂と定置養蜂の2種類がある。定置養蜂では、同じ場所で、次々に咲くことなる種類の花の蜜を集める。果樹の受粉目的に定置養蜂が行われることもある。これに対し、移動養蜂は特定の花の開花時期に合わせて、国内各地を移動する。しかし、生産コストの増大や、養蜂業者の高齢化などの問題により、 移動用法は減りつつあるのが現状である。移動用法では、例えば本州で、レンゲソウ、リンゴ、アカシア、土地北海道で、クローバー、アカシアのように花を追いかけ1箇所15日を目安に、点々と長距離の移動をする。鉢を落ち着かせるために使用する、訓練期定置用法では、年間スケジュールが、自然の状態と似ている。ただし、 養蜂を営む地域や蜂蜜の対象となる花の種類によって時期は前後する。以下では日本国内の太平洋沿岸地域を例にとる。共に、蜜蜂が蜂蜜でいっぱいになったら巣箱に煙を通して蜜蜂の活動を抑え遠心分離器を用いて蜂蜜を回収する。6月から11月は休寒期に相当し蜂蜂が回収した蜂蜜は 採密せず、ミツバチ自身の利用に任せる。10世紀頃に書かれたビザンツ帝国での農業をまとめたゲオポニカには、牛糞の煙で蜂を巣箱から追い出し、ワイルドマロー農家部の液を体に塗ると良いとされていた。不意語がついた訓練機が開発されたのは19世紀になってからで、ある。保護服としては、顔を含めた全身を、ミノや厚手布で覆ったりなどが現代でも見られる。 中世の絵では、顔の部分に、円形の皿のようなマスクをつけた図金で作業をしている、様子が見られる。国内産蜂蜜の半分は、ニセアカシア由来である。従来、レンゲ層が蜜源植物として利用されてきたが、レンゲの作付けが減少しニセアカシアへの依存が高まっている。しかしながら、ニセアカシアが、外来生物法の生態系被害防止外来種に挙げられ、 全国の養蜂業者による日本養蜂は、緻密協会は、アカシアを守る会を結成しリスト指定に反対をしている。巣の材料を食べる害虫のスムシの一種巣及び、ミツバチ自身に影響する病害虫、天敵として、スズメバチがいる。スズメバチは養蜂の大敵であり、巣を襲って成虫、サナギ、幼虫を問わず餌にし、特に、オオスズメバチは数匹。 数十匹で巣を全滅させる。そのため、火器の対策を取っている。巣に影響する害虫として、スムシがある。スムシは、直接ミツバチを襲うわけではないが、養蜂家から、スムシと呼ばれ、嫌われる。蜂の巣つずりが糖の蛾の幼虫は、老を減量とした巣を食べて成長することから、スムシに寄生された巣の多くは全滅することもある。ミツバチに影響する害虫には、 蜜蜂ヘキリタダニがいる。風樹病、チョーク病、バロア病、ノゼマ病などがある。他、人よりして、ミツバチが巣から失踪する現象が、抗群、崩壊症抗群として知られている。巣や蜂に直接害を及ぼすわけではないが、スズメガの一種面型スズメは花からではなくミツバチの巣から蜜を飲むように体の構造ができているため、頻繁に巣箱を訪ねくる。 スズメバチによる被害を防止するため、巣の周辺に次のような対策を取っている。などが挙げられる。日本では、養蜂振興法の規定により、号として、ミツバチの飼育を行う者は、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に、氏名、住所、法群数、飼育場所、飼育期間などを届け出る必要がある。さらに、多くの都道府県で、 思考催促が定められている。近年では定年退職後の元サラリーマンなど、養蜂業に縁のなかった個人が自宅の庭やベランダに設置した巣箱で飼育し、蜂蜜も自家消費する分だけ取るといった趣味の養蜂が増えている。しかし、2006年以降に養蜂愛好家が増加したことに伴い、本職の養蜂業者と愛好家との間で、 巣箱設置をめぐるトラブルが続出したり、愛好家の飼っているミツバチから、業者のミツバチに病気が伝染するなどするケースが相次ぐようになった。そのため、2013年1月に新興法が改正され、届け出義務が愛好家にも拡大された。業者側は、改正を歓迎しているが、一部の専門家からは、自治体のさじ加減一つで規制されるのは好ましくないとの意見もある。 洋法において、巣箱を運ぶ作業は重労働である。この作業を繰り返しているうちに、足腰が鍛えられ、肺活量も多くなり、登山に適した体が作られていく。エドモンド・ヒラリーの本職が養蜂業であることは有名であり、彼をはじめとするニュージーランドの登山家には、養蜂業を営む者が多い。ありがとうございます。